こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。アカウント停止にされました。新しいアカウントの作り方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はいえー、この動画ではですね、LINE、えー、アでトからです、ねえー、質問が来ましたので、ぜひね、今結構メルカリの方ですね、かなりあのアカウント停止の、ね、猛威を振るっているようなので、ぜひね、やり方ですね、説明させていただきます。はい、えー、こちらなんですけど、 これはですね、私も以前ですね、なんとアカウント削除されてます。で、まずですね、あのアカウント削除されてしまったのはしょうがないので、次にですね、つく作るこですね。で、今後絶対にですね、あのアカウントを取らないようにですね、方法です。ぜひ説明させていただきます。で、まず新しいアカウント必要なものなんです。これだけなんですよ。新しい SIM カード。これはですねあ、今500円ぐらいで売ってると思うんですよね。なんでもいです。で、あの、 安いのであれば構わないので、まあ、とりあえずメルカリが使えばいいので、安いので構わないです。はい。で、次、スマホですね。これも中古ですね。まあ、ジャンパラとかね、あのー、楽天でもどこでもいいので、まあ、ぜひ、あのー、もういらないスマホでいいと思うんですよね。もうしょうがないんで、あのー、で、あの、これを変えないとどうなるかっていうと、スマホはっていう電波ですね。電波でメルカリの方が察知されて、バンされます。で、このシムカードこれ、あの、暗号ですね。ぜひこれ変えてください。 はいもうこれ、しょうがないので、それかスマホを変えることですね。はい。ぜひ、あの、この点気をつけてい,い,かいただければいいかと思います。あと、講座ですね。これはですね、あのー、絶対変えてください。これで、あの、名前とね、あのー、名前ももう、チェックしてるかと思います。今、メルカリかなり性能いいと思うので、ロボットがね、ぜ、ま、ひ、あ、変えてください。あと、これですね、クレジットカード。これも名前とですね、あのー、すごい怖いのでですね、このクレジットカードの番号で今、調べることできます。はい。 であのまあ、警察とかも、ね、あの例えば例になってしまうんですけど、警察もあの、まあ、こういったクレジットカードで、番号とクレジットカードさえあれば、ね、民事介入というのができるんですよ。た多分メルカリもそういったことをやっているかと思いますので、ぜひね、絶対変えてください。はい、であと、名前と住所なんですけど、これ一緒でいいです。で私はです、ね、生住所一緒ですが、バンされてないです。 なので、ぜ、ま、ひ、あ、この4つですね、最低この4つを書いていただかないと、やられる確率は高いです。はい。それとですね、商品を出品したときに同じ写真ですね、これを何度も使わないようにしてください。もうこれで削除されます。去年、中国製はですねあの、とか、まあ、占いとか、いろんな、あの、転売やってる方いたんですけど、すごいあの数で削除されてます。で、あのメルカリで一番大事なのはですね、とにかくですね、アカウントを守ることです。 悪い評価はつけるのはしょうがないんですけど、アカウントを守らないと、また作るのがめんどくさいですよね、これで。ぜひね、その点注意していただければ問題ないかと思いますので、ぜひ注意していただければいいかと思います。はい、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。